こんばんは。11月21日土曜日の夜でございます。平山茂と申します。大丈夫だよ。うん、今日土曜日、今日お仕事だった人、学校だった人、いろいろあった人、本当にお疲れ様です。大丈夫だからね。大丈夫、本当にお疲れ様、お疲れ様。うん、いや、まあお休みの人はね、もちろん楽しんでると思います。3連休の方もいるでしょう。思いっきり楽しんでください。しかしながらまだ明日もお仕事ね、3連休なんてないという方、大変だと思います。大変なのは分かってますね。頑張りましょう、頑張りましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ。うん、頑張ってるあなたを私は応援します。本当に大丈夫ですから。大丈夫です、大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫だから。うん、大丈夫だよ、本当に大丈夫だから。いや、明日も予定がね、あってお仕事とか、そういう人は本当に応援しますから、頑張ってください。頑張りましょう。うん、みんなは休みかもしれないけど、あなたを応援します。応援しますよ。大丈夫だから、大丈夫だよ。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。休みの人は遊んでよ。うん、思いっきり一生の思い出になるようなね、ことしよう。うん、それがいい、それをしてくださいね。大丈夫だから。うん、いや、ちょっとこんな今日はね、遅くなってしまいました。ちょっといろいろ動画のやり取りありまして、ちょっといろいろ時間かかりましたけども、今日こんな時間になってすいません。残り時間、今日はもうすぐ終わりますけども、明日も一日、お仕事の方もお休みの方も思いっきり楽しみましょう。楽しいから、本当に大丈夫だから、大丈夫。うん、思いっきり行こう。うん、とにかく思いっきりやろう。全力で、何事も全力でいきましょうね。大丈夫だからね、大丈夫。うん、じゃあまた明日ね、日曜日の夜会いましょう。平山茂でしたね。大丈夫だよ、大丈夫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 ね。おやすみなさい。早く寝れる人は寝た方がいいよね、明日のためにもね。よし、おやすみなさい、おやすみなさい。